三続花古墳は、大阪府羽曳野市本田六丁目にある四世紀、後半の前方後円墳である。国の史跡に指定され、世界文化遺産に登録されている、古市古墳群内の一基であり、本田五秒三古墳の東側に食い込むように、隣接している。標高25メートルの山林及び原野に、立地しており、東側水田からの飛行は0メートルとなっている。 主軸方向は N19 度 E であり、集合を伴う。集合を含んだ総長は140メートル、分球長は110メートルの規模を有する。公園部は計73メートル、高さ10.1メートル、頂き計は12メートルである。前方部は幅60メートル、長さ50メートル、高さ8.6メートルであり、前方部と公園部の交差は1.5メートルと、 なっている。首レブの幅は46メートルで、外表施設としては、吹石が全面を覆っている。この古墳の30年、内し50年後に築造されたと見られる、本田五秒三古墳の内堀と内堤が、この古墳を避けるように大きく歪んでおり、また外堀も、同古墳手前で途切れていることから、本田五秒三古墳の被装者に、 ごく近い人物が埋葬されたと考えられている。33から3に続く古墳。モズ、古市古墳群世界遺産保存活用会議。2021年11月30日閲覧。AB 石ウォーカーより引用産経新聞の報道より、ありがとうございます。